お疲れ様です。コインゲッコでございます、えー。暗号通貨業界の時価総額が400兆円弱までちょっと回復してきました。ものすごい急回復を見せましたね。まあ、この裏にはおそらく昨日のトランプ大統領の事件があったんじゃないかなと思います。はいえー、いつもの通り、えー、上場しているコインが14,905、そして販売所が1,152。 さらにドミネーション、ビットコインが51.3%に、イーサリアムがもう一息ですね、16.7%になっています。はい、価格を見ていきますと、イーサリアムはそれでもね、55万円の水準まで戻ってきてるってことは、これね、アルトコインすべてが値上がりしたってことなんでしょうね。で、ビットコインも当然ですけども、1000万円を超えて、えー、元の水準にいますね。これはなかなか最近にはない、え等急騰ぶりだなと思います。全名からです。 はい。で、リップルは90円間近になりました。これも急にここまで来ましたね。で、カルダノは70円台は回復して、これからますますね、上昇していただきたいかなっていうところと、芝犬は0.003円台に入りましたんで、まあまあ、あの、以前よりも随分楽になったかなっていうところですね。はい。まあ、トランプ大統領はね、 あの随分とイーロン・マスクさんと仲良しということと、あとトランプ大統領があのビットコインカンファレンスの方に予定通り出席するよってことをね、あの事件の後にも語っていることを見ましても、あかなりビットコインに、ね、期待が集まっているということと、トランプ大統領がこのまま秋の大統領選で当選するとね、当選すると思いますけども、金融界にも大きな動きがあるんじゃないかなってとことですね。無理やり戦争を起こして、特需を作り出すようなものとは違って、平和だからこそ儲かる業界があると。 平和だからこそ私たちの暮らしに見通しが立つということで、やっぱり金融面でもプラスに働くのが多いと思いますけどね。戦争によって特需を作ろうなんてのはもうすでに旧世代型の考え方なのかなと思います。トランプ大統領は就任したら、自分が就任、大統領に就任したらね、24時間以内にロシア、ウクライナ紛争を終わらせるっていうふうに言ってましたからね。まあ、あの、プーチン大統領とも覚えがいいですから、トランプ大統領。きっと密な交渉になるんじゃないかなっていうところです。 はい。それでは今回以上ですね。400兆円、もう間近でございます。なかなかいいペースで登ってきました。